モーニングウイング号の白川行きです。モーニングウイング号か、白川行き、あるのね。モーニングウイングの通過待ちをした後、5番線の普通電車まもなく発車をいたします。旧蒲田の3階ホーム3番線から多摩川の方向へと向かっていきました電車、黄色い電車は1057編成イエローハッピートレインと呼ばれる電車です。この電車特急の三崎口行きです。イエローハッピートレインは先ほどのブルースカイトレインの方がですね、模型時間の何時に来るのかというのはお手元の路線時刻表の横にあります特別塗装の運行予定表、京急川崎平和島そして品川付近に設置をしております。こちらも合わせてご覧ください。また右上にあります QR コードからはこの時間帯以外の特別塗装車の運行もご覧いただけます。かっこいい。見てください。綺麗。モーニングウイング号は品川駅を出まして次が終点の泉岳寺駅です。蒲田駅の5番線ホームに三崎のホームには4両編成の普通列車が到着です。この電車は、日中に品川駅と京急蒲田駅の間を往復する蒲田ローカルと呼ばれる電車でして、この後横浜方面から来る品川方面の快速のからの待ち合わせの、お客様を待ちましてから発車いたします。また同時に京急蒲田駅4番線を電車が通過しています。こちらの電車エアポート快速の成田空港行き成田スカイアクセス線経由の電車です。上りいただきます。京急蒲田駅の3階ホーム1番線には4両と4両をつなぎ合わせた電車が入ってきました。エアポート急行の新都市行きです。京急の並結運用といいますと8両編成と4両編成をつなげた12両の長い編成をイメージされる方多いかと思いますが、この横浜方面とのエアポート急行をはじめ一部の運用では4両と4両を足し合わせた8両による運用も行われています。はい、1033、対比アリーです。品川出まして、今 22N です。品川駅からはただいま快速の羽田空港行きが出まして八津山橋を渡っているところです。京急蒲田羽田空港の順に止まります。この先の平和島で前を走ります普通を追い抜きます。京急蒲田駅の2階ホーム6番線2つ扉の快速品川方面泉岳寺行き到着です。こちらからのお乗り換えのお客様を待ちまして5番線停車中の普通品川駅発車です。品川駅1番線お待たせをいたしました。泉岳寺から来ます快速三
ほど品川を出ました9100型シーフライヤーの愛称でおなじみの北東の車両、千葉ニュータウンの車両ですね、京急蒲田の一番線に入りまして、これから空港線方面へと進んでいきます。品川駅一番線には都営線からのエアポート快速、羽田空港国内線から出る駅が入ります。京急蒲田切り欠きホームの2番線、たった今4両編成の普通電車同一の前の電車到着いたしました。この後すぐに後ろからは快速が参ります。快速の京急久里浜駅に到着します。横浜方面の電車はこちらへお乗り換えください。日中の羽田空港はですね、実物通りエアポート急行が1番線について、品川方面の快特が2番線について先に発車してから1番線のエアポート急行が発車すると下順序としています。これは実物と同様でして、こちらも今ご覧いただいたようにエアポート急行がついて快特が折り返してからエアポート急行が発車するといった光景をご覧いただけます。浜田出ました23年です。浜田止まりの電車ね。京急蒲田駅の上りホーム6番線には1353SH と列車番号が載ります。快特の高砂行きです。それで臨時とする電車です。途中駅の乗り方は諦めとはございません。京王島下り、すいません、平和でお疲れです。ナンバー5311、いいですか。いいよ、てか手に入れてください。浅草ないんだ。浅草仙台羽田空港にはエアポート快速、そしてエアポート急行が到着です。2番線に停車中の3050型エアポート快速、成田スカイアクセス線経由成田空港行きが先の発車です。ドアが閉まります。35分発車です。上り31入ります。大変だよね。平和島駅の下り線では今追い抜きが行われているところです。下りの快特が先を走る普通京急蒲田駅を追い抜いているところです。京急蒲田駅の2階ホーム4番線ではエアポート快特成田空港行きが通過していきます。3番線蒲田下り70ハロー、了解。京急蒲田駅3階ホームご注意ください。まもなく3番線を当駅止まりの電車が通過いたします。まもなく3番線当駅止まりの電車が通過いたします。この電車は2番線に入るために一度3番線を通過するといった構造になっています。蒲田の5番線には同じく蒲田ローカル4両編成の普通品川駅が到着です。この後快特の待ち合わせを受けましてから発車いたします。快特と特急ですね。快特と特急の待ち合わせを受けまして22Nです。平和島大輝です。京急蒲
蒲田6番線黄色い電車イエローハッピードライン2路線です。こちらは特急の青戸行きです。この電車からのお乗り換えのお客様を待ちまして、品川行きの4両編成の普通電車切り替え地方の5番線から発車します。その後に続いては回送電車2100型2つ扉、たった今京急川崎を通過しまして多摩川へと向かうところです。この回送電車、品川駅まで着きますと折り返しは20時30分発京急一等号東京行きになる電車です。蒲田駅の2階ホーム6番線には快速の都営線直通青戸行き到着です。この先平和島で先を走る普通を追い抜きます。もう1本か、もう1本79SH。 はい、79SH。 品川駅1番線の快速京急栗浜行きが入ります。この電車はこの先で平和島でマイン走ります。電車を抜きます。お客様にご案内いたします。まもなく京急川崎には現在ブルースカイトレイン停車中です。こちらが品川へと向かう折り返しウィング10号になる電車です。品川駅は22時ちょうどの発車です。またこの電車の回送を追いかけるように後からですね、昨日の内野部隊の影響を受けまして臨時に設定された電車ではないです。申し訳ございません。例えばですね、J トレイクの車両工場で製造されまして、都営線へと向かう1500型、国土交通局の最新鋭の車両が回送電車で到着をしました。品川方面へと向かう臨時の回送電車です。停車です。順番が変更になりました。品川方面へと向かう臨時の回送電車です。よし、平和島上り国道73へ回送です。2階ホームの路上駅には間もなく臨時の回送電車を通過いたします。J トレックの横浜事業所で製造されまして、東京都交通局の馬込車両基地へと送り込むための臨時の回送列車です。先ほどトークショーの中でですね、5500型の製作過程についてご説明をいたしましたが、そちらで完成がした車両がたった今馬込の車両基地へと回送されていくところです。この都営車は何番？これ回送。回送。あ、そうか。回送。はい、見て。一番で。いや、今、大接種。お客様にお願いいたします。ただ、今、京急蒲田駅で、設備故障が発生しているため、一部列車の運用に変更が生じています。このため、一部の下り列車を、臨時で、空港線ホームである1番線に逃がしながら、横浜方面への運転を継続して行っています。ただいま、平和島駅を通過いたしました。京急蒲田駅1番線を出た電車、京成の車両ですが、横浜方面に出発。